すごくヒントになりますよね。この問題だったら今までの俺の準備悪いんじゃないですか、皆さんが言って今までの準備を取った選択がちょっと合わなかったかもしれない。別に俺の能力が否定されたわけじゃない、でもやることは知ってるんで、言っちゃいけないことも入ってないし、これだけは言わなきゃいけないことをまとめて手理解になってて、こんな B 語かなんかの英語かなんか紙一枚ペラッと送ったとこ入ってる。もう俺ら酔っ払ってたってこれね、5分見れば分かる、ここにあるっていうふうに自分がまとめるだけでこの時点で力もなってますから、5分で見れるようになってるってことは掴んでますね。でそこから王様ですよ、自分を裏切る非常なこう戦い方を選択しなきゃ、ここはやれよ、ここは絶対ここでペットを取るぞ、もしかしたら切らなきゃいけないかもしれない、それも決断だ。グッドチャレンジャーってのはやりやすい、俺バカでやってきました、チャレンジしました、あ、いいね、いいね、よかった、やっぱ実務的にも評価されたいですよね、やっぱり意見聞きたいじゃないよね、どういうふうになって、こうなったらどうなるのか、それも聞かれたので、その過程の中で可能性っていうのを指し示すのが我々皆さんもそうです、専門家の役目だと思いますし、そういうことですよね。まあ、次に問題を解いていくとかっていう上で、ゲームを進行する上ではあくまでも様ですよ。で、相手は下に向いて位が落ちてくるっていうところが必要だと思います。で、そのための準備。でちょっと準備をはい、で、ここで、要するに爆弾だとどういう問題、これ皆さんの推理現象を作りに行くお待ちください、だ30分前に席ついてブラーッとトイレ行きながらこの5分間見ながら撮ってきましたね。試験ちょっと前はこうなんか回答用紙出してとかって言ってほしい、2時間前から始まる、まあいいです、その辺は、映像切ってから話します、はい、で、あとね、注意していただければなっていうのが この前、結局このここの質を高めるところに僕は注力しましたですね、ここのメイドさんとしての、メイドさんとか奴隷としての僕はここに注目しました。なんでかというとラグビーの試合と同じで監督もじゃーって言ってペーってプレーオフになったらサッカーとかですね、監督ってスタンドから見てるのね、ラグビー選手も。そういう自分をイメージして、でプレーはもう、あーっと思って、もうずっと切れ目がアメリカンフットボールなんですけど、すごい動いちゃったんですよ。で、その判断力を与えるための、この5分間の最後の時間が、まず自分と入れる一番最後の時間。まずどういうこと？要するに、マネージャーとしての自分とプレイヤーとしての自分が一緒にいる最後の時間。ここからぶち切れるんですよね。切れても警報出ちゃうけど、いや、別にいいよ、うわーって浮かれていいよ、ほら、知ってるよって、もう、はあ、誰にも早くかけるよって、ちょっと、僕の場合は、そういう自分のプレイヤーとしての能力を疑ってるんじゃなくて、リスクを心配してあげて、そのプレイヤーがその無茶苦茶をしなくてもいくように、一番プレイヤーの手数少なく、それでも、まず合格する答案っていうのも、落とせないと思って、それを考えましたね。で、その時にちょっとご紹介、皆さんすごく聞いていただく態度が本当にいいのでちょっとちょっとお仕事の秘訣とも言っちゃうんですけど、実は私が持っているのはこういう法則がございます。28の法則、ニッパチです。嘘のニッパチはそうじゃないですよ。これに関係してくるんですけども、これ仕事にも生かせると思います。上司との関係とか、お客様との関係とか、あるいは出入りの業者の人にもちょっと言ってあげることとか、そういうことでも、私は使ってます。要するには、主導権にいるっていうのはそういうことなんですけど、ゼロの地点から、自由があって、多分長年、いや皆さんそうじゃない、長年やってて分かんないなって、ここに陥っちゃってるのかと思うんですけど、物事がゼロからスタートして10で終わるっていうふうに
なもんだと仮定しますと、28の法則って言って、これ制度と時期を言ってます。制度と時期、制度っていうのは性格の性の性ですよね。制度時期、要するにこれ試験は6割でも7割でも8割でもやれるってことじゃないですか。だからこの辺で戦っていいわけ、時期的に。その代わり8割の精度を求められるわけでしょ、試験の最後は。で、私が戦った場所はここだと、こっちにはかなわないので、何を、要するにここなんですけど、何をやったか、ここで戦うことにしました。時期と精度なんですけど、要するにここで持ってるものは受験に必要な知識とか一般的に言われてるところの2割にしろって。俺は2割以上のことも覚えねえ、冗談じゃない、プレイヤーとしても俺知ってるのに2割以上も俺の脳みそ使わせるのは冗談じゃないぞっていうふうに自分に聞かせて、このノートを作りました。でその2割の中にはそれを違うことを書いたら、最後どんな1年だろうも下落ちねえっていう結果があるっていうものだと、整数ですね、抽出されますね。ここに絞り込み、だからその作業をこうどういうふうにやってるのって話する前ですよね、ごちゃごちゃ言ってるんだけど、そこにこう突き詰めた法則があって、だから全体の知識量のうちの俺は2割でしかこの回答してあげない、それ以上のこと調べや、税法読め、試験読め、知ってるだろういう気持ちで臨みました。その代わり、じゃあ、一応試験って言うからよ、2割はきちんと答えてやんよと、あとのことはその日のコンディション、そういうことなんです。だってその日のコンディショントップで持っていけるって、そんなことに思ってるストレスの今だったらいいよ、2割だけ付き合ってんねんよ、この作品いいもんで作ったらいいよ、いいんじゃない、俺今度やっておくかみたいな、お金もらってたしよっていう気持ちで、こうプレイヤーの気持ちをそういうふうにさせてあげるように、自分のここを精度を高めました。この精度っていうのが2割だって言った、2割だって言ってるのは全体の知識の中の2割を 100% の精度で抑えるとで、これ100かけたら最後だなっていう、要するにここに地雷が乗ってるわけですよ。これからカンボジアに旅行してみます、ああね、さこれ地雷持ってんから、これ全身でだからこれだけ、気をつけて、あとはね、なんとかいけるよ、死んだし、分からん、あとはあんたがいい男だろうが何だろう、知らねえ、これ踏んだら死ぬよというイメージがそういうものを5分前にやる。で逆に言うとそれさえ踏まなければまた2時間どう戦うか分かんない。で逆に答えることのリスクと答えないことのリスクの選択をしていくわけだったらで、監督はその指針を5分でプレイヤーに、自分というプレイヤーに伝えるところまで、その作業のための正直、2ヶ月ぐらい見たんだけど、その前の5月の申し込み前の時点で最悪だったもんね、分からない。まあ今の時に熊尾先生も特に合格なんか申し入れたくて、こっちが合格だからこの辺までいけるよって5年見たもんね、後ろ30何番目、これよほどやんねえとって言ったとき即座に言いました、やんねえよ、バカみたいなもんでやんなきゃいけない、先生言われた通りの受験生に戻れるかもしれないって、やんねえよ、やらないよ、ここなんだよ、やってないわけじゃないですよね、その塾長の講義聞いてるから、ただその時に塾長の顔思い出したらここまでやれってやるんだけど、やったんだけど、ただここで自分のその日のコンディションとか出題のそのちょっと傾向だとか、あとそこにあるそのこれ、そういう意味でこう行かなきゃいいのにってこう地雷仕掛けた時もあるもんね、試験落としたの試験か、その地雷の方へ行くぞって決断と、地雷できるけど地雷がありそうだから行かないとか、あるいは後回しにするとか、その間違いをしない程度に答える、どこでお茶を濁そうかと思って、そのあるいは濁すっていうふうに思ってて、時間があったらやっときゃいいかと思って、その優先順位が非常に